はい、J チャンネルです。帽子以外は全部ユニクロです。J です。皆さんお元気でしょうか。今日のテーマはね、F ですね。F は永遠のテーマだと思うんですけど、初心者の方にね、一言言いたいのは、一言では終わらないと思いますが、甘い言葉に惑わさらないでくださいって言いたいんですよね。F っていうのはね、個人差があるんで、ちょっとできる人もいればできない人もいるんですよ。で、一般的にはできない人多いんですけど、ただその簡単にできるとかね、何分でできるとかいう動画がいっぱいあるんですよ。で、そういう簡単にできるという動画は結構ウケるんですよね。ああそうかって思うんです。飛びつくでしょ。飛びついてできない時に挫折する確率が高いんですよね。簡単って言われてやったのにできない、僕自信がない、なんかね、素質がないんじゃないかな、やってもしょうがないんじゃないかと思ってしまうんですよ。それはね、その人が悪いんじゃなくて、甘い言葉でね、惑わすやつが悪いんですよ。だからね、そういう文句で言う人もいると思うんですよね。誘い文句で言うと思うけど、やっぱりちゃんとね、初心者に伝えなきゃいけないんですよ。ある程度 F はね、なんていうかな、握力はなくてもできますっていう人がいるんですよ。それはね、絶対間違いですよ。握力がある程度で、普通以上、普通の生活する歯磨くとか握力ありますけど、それ以上ちょっと握力いりますよ。握力がなくて F がコツだけでつかめるというのはね、絶対僕は間違いだと思います。100歩譲って、例えばそれが1000人のうちに1人だとしても、あと999人は多分できないと思いますよ。だからね、甘い言葉に乗らないでください。でも初心者の方っていうのはね、分かんないから、そのパッと見た時に、ああ簡単だと思ったら、それがね、そうだなと思うんですよ。なんとかね、子猫がこうね、初めて見たのが親だと思ってみたいな感じでね。だから判断力がないんですよね、初心者の人はね、まだ分かんないから。なので簡単にできるって言って、簡単に言ったところでできなかったら、結局やめるしかないじゃないですかね。簡単って言われたのができないんでしょ、それはちょっとダメじゃないんですかと思いますね。だから皆さんにね、本当にね、初心者の方で F につまずいてるとか、いろいろバレーコートにもね、つまずいてる方っていうのはやっぱたくさんいると思うんですけど、本当にね、ちゃんと練習すればできると思うんですよ。それで個人差ができる、僕は2ヶ月でできました、1週間でできましたって人見れば、やっぱ半年1年かかる人もいるんですよ。なのでその個人差があるんでね、そこをね、勘違いしてもらわないように してもらいたいということでね、動画を作りました。ちょっと前振りがなくなりましたからね。で、一応いろいろ言うことがいるんですけどね、言いっぱなしの人がいると思いますけどね、この J チャンネルではね、じゃあどうしたらいいんか、